ドリゾーする人待ってます。クオリティ高しく、ハロウィンコスデーで無人カメラでございます。無人カメラあんま出たことないけどね。え、私も今日初めてです。あ、本当に？私1回出させていただいて、居酒屋で大好評なんですよ。今日はやっぱハロウィンなのでいろんな店舗の様子を映していくらしいですよ。うわ、楽しみだ、楽しみだ。すごいですね、なんかうまいですね。まあ、こっちとなの YouTube やらせてもろてる。ハムキンみたいな。トマハムキンです。ハムキン、うん、ロリポップ出勤だから、うん、ロリポップの風景しかわからないけど、うん、店舗とか見れるの。え、いいよね、めっちゃいいよね。めっちゃ楽しい。すでにユウさんも並んでくださってて。そうです、1時間くらい前から。びっくりした。そう、なんてボッタイをしたの。そうなんだ。自己紹介と何のコスプレかだけ言ってきます。でもクラゲです。星の子のメムチョ。メムチョかわいい。なるです。なんか猫、狼、猫、狼、猫です。猫ない。ハムです。キョンシーみたいなやつ、うち血出してる。はい、楽しんでください。楽しんで、バイバイ。イエーイ。イエス様のお帰りです。いらっしゃいませ、イエス様。実施されます。ぜひぜひ皆さん出演していただいて。いつものおかえりです。おはようございます、ゆうさま。おはようございます。おはようございます。無人カメラのこと忘れてた。無人カメラのこと忘れてる。うちらこんにちは。あいくんです。あいくんです。それは恐竜。恐竜です。かわいい。大盛況すぎて忘れてたの、存在を。大丈夫だよ、覚えてるからね。あ、忘れてた。ルスさんです。ルスさんです。じゃあ、自己紹介と何のコスプレか教えてください。はい、自己紹介させていただきます。マンハーのつもりで教えてきました。よろしくお願いします。満月の森から来ました、ウルフのルフです。ちょっと、かぐや様のまさかです。ウルフにすればよかった。いやいやいや、ウルフにしたらさ、めっちゃすいません。めちゃめちゃ、ルフさん、お願いします。無人カメラ出るの夢だったんで。いや、もう無人カメラの、なんだっけ、居酒屋で見ようと言ったんで、映っていいんですか、これ。顔出し OK なんで。ダサいみたいな、本当にダサいみたいな言いまくってるけど、これユウシ様が考えてる。でも謝ってちゃんと謝りました、ちゃんと。あの、いや全然あの、いや、おもろい全然そう、愛がいいと思うみたいな。みんな使ってください。魚介ラーメンです。 N1 出ます。はい、嘘です。みんなコスプレしてきてくれて、めちゃいい。なんかヤクザみたいなもんいます。とりあえずロリポップのターン終わります。わーい。映ってないですよ、固定カメラ。ここにいます。誰も映ってくれない。どうしよう。誰か
出てきた。自己紹介と何のコスプレか教えてください。結婚と卵の国からやってきました。ラビットキャスル所属のひなです。何のコスプレですか？ミニモニです。かわいい。何センチですか？身長143センチ。じゃあ入れちゃいますね。ミニモニ正規メンバーです。聞こえちゃった。羊雲の向こうからやってまいりました、ココハです。お願いします。だそうです。でもなんかかっこよくてあんまりちゃんと見れない。何ですか？確かに崩そう。崩そうですか？でもこの髪色にする男の人はみんなクズだと思う。すぐまっすぐな目で。何が？何もない。何もないけど、なんかイメージチャラそうみたいな。このコスプレを選んだ理由を教えてください。アニメキャラとか、うん、なんかしら自分に合ったやつをしたいと思って身長で選びました。かわいい。作ったんですか？あ、ペタペタ貼りました。これ本当にすごい。これ足元まで見せたいけど映らない。あ、すごい。ごめんなさい、これカット絶対。このコスプレ選んだ理由は、私コスで出てみたかったんですけど、なんかみんなレベル高すぎて、せっかくなのでハロウィーンやる。初ダンソーですか？初ダンソーです。クオリティ高しく。前髪がちょっとだけちょなんかちょろげになっちゃう。何これ、かわいい。なんか前髪ハゲってゆちゃんさんにすごい言われる。見てこれ見えない。ちょっとだけ足上げていいっすか？見てなちゃんはセクシー担当なので、後ろはエッチ。なんて言ったらいいですか？なんかろくな話できてない、どうしよう。新店舗へのキーコミ。新店舗、あ、なんか県庁研修を始めて、4月に始めたので、ちょっと待って、5、6、7、8、9、10、半年経ったんですけど、あ、終わりです。いらっしゃいませ、ゆう様。なんかローズキャンベルで自分がなんか面接して採用した子とかがいるから嬉しいです。楽しみです。ハロー。ハロー。はい、個人設定じゃないんや、別に。違ったみたい。なんかディズニーのウエスタンランドとかにいそう。確かに。これじゃあマズカメラなんだよね。このまま約束でしょ。やった。でも喋ることなくてどうしたらいいのか。なんかマズカメラですね。なんか見てください、真ん中にしか前髪ない。ね、一人で喋ってるみたいですね、私。蹴る。本物や。なんか見てる。やめくさい。行け行け。行ったキャスで違う。そういう方です。拾われてないよ。ナミとキャスの所属のカリナです。ナミとキャスル所属のルンです。うわ、怖い。なんかあなたの病ってハロウィン。やばい、やばい。急に哲学。手の高さに。やばい、これすごいじゃん。何のコスプレか教えてください。私はチャイナコスデに日程的に出られなかったので、リベンジチャイナです。モンさんはギャルです。顔があるとギャルをやりたくて、どっちも入れられそうだなと思って気にしました。バイバイ。囚人服を着てるんですけど、どういうわけかですね、これが今までインスタ写真あげた中で一番いいねをもらって、210ぐらいのいいねが来ています。なぜなんでしょう。はい、じゃあね。
ポリスがね、ポリスねねちゃんでーす、はいはい、ちょっとユニチェキ入るかもしれないね、これね、ちょっと楽しみに、はい、やったユニチェキ入りました。皆さんご案内いたします、無人カメラやってきましたんで、ぜひね、ぜひよろしくお願いします。あまねさんでーす、はい、ちょっと引いてさ、ちょっと横向いて引いて、ほら、ほらこれ、はい、はい、トリカトリと、はい、ご挨拶してください。なんでこんなチャイラにしたの、なんて言えばいいの、色が可愛いから、はい、色が可愛いで、ね、もう選んじゃったね、はい、あまねさんでーす、はい、こんにちは。えい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 。何のコスプレか、はい、リボちゃんのコスプレです。今日は夏休み。羽私は JK です。合わない。これサムネに使ってください。私たちはルーティン動画も出てて、私たちはこの動画先にちょっと載せてしまい、まだ出てないです。私たちはいろんな YouTube とかでも出てて、ちょっと探してみてください。以上です。千里ちゃんとリボンちゃんでした。今日も、はい、今日何のコスプレですか。これホグワーツの方ですよね。ホグワーツのハフルパフ、はい、正規で買ってるんですか。この辺までだ。これは偽物で、正規品、正規品、正規品、正規だけど偽物。なんでそれ正規買わなかったの。買おうとしたんですよ、うん、なんか売り切れが多くて、ちょっとアマゾンで。はい、じゃあ続いてです。はい、2人来てくれ、はい、ここ入るかな、入ってください、はい、はい、入ってますね。東京の芸術で一番背が高い山根ちゃんと、で一番背が低いすやちゃんです。でもすやちゃん、今日ものすごい多分持ってるので、なんでちょっと本来の高さをしてもらっていいし、こうやって膝でね、はい、28cm ぐらい、 28cm? やばー、何センチ。162です。私169。全然違う。はい、2人で今日やってます。はい、これが何の？男装メイドです。男装メイドね。見た目がね、小学校の男の子に見える。外で頑張ります。外で頑張ります。はい、過去には水着の男がたくさんあるという、ね。あ、わからない。あ、わからない。すいません、やめてみましょうね。すやちゃんの過去についてはいつかね、いつか番組でやりたいと思います。ちなみにお店が混みすぎて、今いろんな店舗がいろんな店舗の在庫を奪い合ってるんですけど、全店舗在庫なくなります。いや、もうこれは何のテーマなのかをね、ちょっとこれ3名、はい、男装さんチーム、お男装の中でも何かあるんですか。ドラキュラです。あ、ドラキュラ、本当の男装の店の人にしか見えないのよ。いや、しないでください、お願いします。だったらうちで男装作るんだよ。これでゲスト紹介する、はい、インテル入ってるねねです。先日ドライポップのなるちゃんとディズニーシーの方に行ったんですけど、テラ終わった後になんかなるちゃんがめっちゃ不機嫌そうな顔してたから、でなんかなるちゃんどうしたのみたいな風に言ったんですよ。そしたらなんかタオルテラ乗ってる最中に、私がなるの耳元で、あ、もう人生終わりだ、終わったみたいなのを上下するたびに言うので、なるの鼓膜がもう痛いみたいな、それであんまタオルテラが楽しめなかったって言ってました。ごめんなさい、申し訳ないです。ファッションチェックです。めっちゃ顔隠すやん。ナコさんです。いつの間にか金髪、金髪にしましたね。元に戻りました。入った時はね、金髪だったんで。確かにそうだったわ。え、これ何？何？ドリガミネットゲームドリガミネットゲームっていう VTuber。 いや、なんか今流行ってる。あ、流行ってる。コンテンツ自体もそんな知らない。わかるよ。わかる。こちらに来ていただいて。月の裏側からやってきました、うさぎです。うさぎです。まよいです。
です。まゆみです。今日このコスプレを選んだのはなぜですか？昨日コスプレしたから。そうなんですね。とっても似合ってて可愛いです。ありがとうございます。今日のコスプレは何ですか？今日こちらはお人形さんになっております。お人形さんみたいな顔してる。はい、いけよ。阿部団子です。どうですか？かわいい。ではあなたにとってハロウィンは何ですか？10年で一番好き行事。お、一緒。あ、嘘、2番目お誕生日の方が好き。めちゃくちゃ変わってんだよ。嘘じゃん。食べてないまだ。やったー。スタートウシュガでーす。今日はまゆちゃんに借りたキョンシーを着ております。かわいい。キョンシー大好きだから。将来の夢がやるちゃん看護師さんなので、ずっとコスでは夏を着てます。知らなかった。ナス似合うから着てるのかと思って。あなたにとってハロウィンとは？お菓子。ハッピーハロウィン。どんなメイクをしても許される日。今日キズメイクしました。店に来てから。絶対伝わらないけどガチの糸を貼ってます。リボン持ってくるの忘れちゃって、店の裁縫セットから糸買った。ハロウィンは何しても許されるから好き。なんかここが飲食店じゃなかったらもっとちびどろに。カワチー、カワチー、このシュガさんがとてもカワチー。初めましてじゃないけど、2回目まして、キサラギ駅から来ました。ポロって言います。キサラギ駅から来ました、コロくんって言います。紹介しない。自分の方が良かった。あそこで使用すれば。早く溶け出して。あ、映んない。いけます。もうええ、もうええ、いけます。ちょっと待って、待って、待って、何の敵、何の敵。はい、まあ、聞かれる前に正義が立ち入れません。お兄ちゃんに土下座させてます。土下座する人待ってます。僕にとってのハロウィンは日常です。会いに来てください。それだけ。ジョージ最高って言って。オーケー。はい、叫んできた。やらせやばい。パッチタコとパッチスカイホーカーって申します。ジョジフ最高です。最高。最高。あ、カットしないでください。すみません、カットしないでください。お願いします。さっきじゃない。お兄ちゃん、 YouTube ご覧の皆さんもまた会いましょう。はじめまして。はい、渋谷から来ました、コメタです。はい、かわいい。タムさん、今日のコスプレは？デビル。デビル。あ、デビルです。羽がついてて変わっている。羽になっちゃった。瞬間に一番可愛いよって言うことやばくない？キモやな。来て。ちょっとも知ってた。いや違う、俺もう何度も映ってる。ロンドンでも映ってた。俺早く在庫届けたい。チェキが足りない。いい？いいよ。こんにちは。キラキラの国から来ました、ナズノです。札幌から飛び出してきました、こんにちは。あなたにとってハロウィンとは？パリピの人が楽しんでるイメージ。怖い。そう、怖い。それこんなんやったことない。確かに今日めっちゃかっこいい。いいね。かわいい。綺麗。かわいい。みんなに遊ばれてる。イエーイ。ここだよ。じゃあ何番？一緒に行けばいい。どこに真ん中に座られた？あ、こんにちは。こんにちは。夕暮れから来ました。黄昏です。本当？憧れたやつから。来ました、クロムです。え、すみません。同期です。あちらさんは？あちらさん。あちらさん、同期です。同期です。同期です。はい。ジンベエザメの。
のミニ奥歯から来ましたチュラでーす。いやそのコスプレは選んだけど、確かにひまちゃんの理由はなんか可愛かったから、どうでもいい理由。なんで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 よかーん、キズメイクの前かわいい、膝が見えるの。そうそう、膝っぽい、あれ見て、膝を上げたい、これ、あー、待って待って待って、ちょっと待って、かわいい。はい、ということで改めまして、改めまして、このコスプレを選んだ理由、なんか大学時代にユニバーサル、ね、大学時代にユニバに行った時のコスプレをあの棚から引き出してきたやつです。だからあったものを着てます。今日はカラブ、え、今日めっちゃ可愛い、似合う可愛いやつを着ている人です。クラシック今日はマスクがかかる、あ、やっと来てくれたメイミーちゃん、はい、なんかマスクから出ます。かっこいい、これ男が男性やん、そうです、めっちゃ顔綺麗もん、綺麗かわいい、かっこいい、せっかくだし、こうだからいっぱい口とく、あ、いいですか、イエーイ、明日からだね、もこんな感じでハロウィン営業楽しみました。イエーイ、ありがとう、ぜひいろんな店舗回ってみてください。一緒に大暴れしたいと思う、イエーイ、みんなで大暴れしたいです。みんなでねねさんとも大暴れするぞ。ねねさん、ダブポリさん3人のチェキもあります。素晴らしい。ねねさん、ねねさん、頭洗わないでね。愛してる、愛してるよ。いけいけいけ。ねさん、喋ってて楽しいです。また大暴れしましょう。イエーイ、はい、次何のコスプレ。紫行ってくるんで、紫行ってくるんで、イエーイ、サソリです、イエーイ、はい、次何のコスプレ。コスプレもしてない、何のコスプレですか、誰推しですか、誰推しですか。白玉です。あ、イエーイ、白玉、白玉、じゃあ、じゃあ、はい、次好きな YouTube の動画、好きな動画、マジカルロリコップ、イエーイ、はい、次楽しかったですか。もうめっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかった、はい、次奥様です。そんなわけでハロウィンの日終わりました、イエーイ、すごかったですね、終始満足で、いや、すごかった、イベントいっぱいやってるので遊びに来てください。この動画がいいと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとコメントめっちゃしてください。あ、コメント、コメント、あ、コメント、コメント、心の中で返します。せーの、バイバーイ。